別役なりよしから1905年3月27日は、土佐藩士、春昇大使。日本の陸軍軍人。英典は、西四位、君に等。最終階級は、陸軍少将。陽名は、柳馬。郷は、農産。1844年、土佐国土佐軍がもぶ村のお茶さんにて、別役80平成寺氏の子として生まれる。豪の、農山は、 故郷の農茶さんから取っている。母親の役には、早小隊に所属し従軍。1872年、藩兵となって上京し、高知藩北機方向4貨兵の後兵を総意訓練、する。西南戦争では、熊本城に牢城。1879年4月、後兵第5方面ひ下げりとなり、1883年2月、後兵第4方面ひ下げりに移動。 1884年10月、公平大佐に昇進。1886年3月、公平会議員議長心得に就任。1887年6月、公平官となった。1890年8月、陸軍少将へ進級と同時に、予備役編入となった。日清戦争の時には召集され、1894年8月、 ルス不評第五旅団長、ケンルス第三師団長、事務取扱いに就任した。翌1895年8月20日に皇により、君に東随報奨を授かり、9月15日に、残務処理を終えて軍務から退いた。1898年に、交備役に編入。1900年の義和団の乱でも招集され、10月18日に、ルス第五師団長、ケンルス第九旅団長となり、 翌1901年12月27日に免じられた。1905年年3月、東京を仕込めた過城町の自宅において死去。去年62、死後、その功績をもってして、生四人に除せられた。死、書が、刀剣を好み、特に関東においては、区内省5県係を務める刀剣会の重鎮だった。家に男子がいなかったため、 矢野初太郎の三男友剣を養子に迎え後継ぎとした。また次女幸重は森正森法兵少佐につぐが森はイタリアで隠しした。ありがとうございます。